世界に痛みを、神羅転生。ナルト、早く来てよ。敵はどこにおるんだら。ここが木の葉隠れの里じゃ。まさか。あ、額のマークがない。これではもう。勝美様のせいではありません。カカシ先生、カカシ先生からの最後の任務、俺ちゃんと。しっかりしな、キバ。大丈夫ですか、日向様。ですから余計です。宗家が出払っている今、みんなが怪我をしたままでは。それにしても、この攻撃。なんだよ、こりゃ。無事か、しかまる。どうにかな。私をかばってくれたんです。それで、怪我を。だが、その目的を果たしたことで、奴ら戦闘スタイルを暁しか考えらんねえ。だな。よし、確かにラッキーだったぜ。泣くくれえなら、二発目が来ねえことでも祈って。ナルトだ！ナルト！探す手間が省けたな。これが俺の正義だからだ。この術を使った時より5人の復活が遅い。どうやら6人揃ったな。先代たちの宝、夢を蹂躙したお前ら絶対に許さん。あるのは俺だろ。木の葉のほかげが出るまでもねえよ。ばあちゃんはゆっくり茶でも飲んでてくれ。爺様、二人の懐かしい背中は見えんかったか。天道の力。ばあちゃん、こっからは俺がやる。里のみんなには手を出さねえように伝えてくれ。奴らの情報を持っている。こんなこと聞くべきじゃねえのかもしんねえけど、俺自然。行け、ガマキシ。忍術による攻撃は全て吸収されてしまいます。ペインの目はつながっています。この犬、こら、おんどれ。お手なし一緒に行くる。そのエネルギーがナルトの体の一部となってペインを攻撃した。そうか、お前は仙人を。ジライア先生と同じ実。お前にとって俺は兄弟子。同じ死を仰いだ者同士。まるで手裏剣のように。封筒螺旋手裏剣。お前には平和の意味が理解できていないだけだ。なんだ！あれだけ高回と高密度のチャクラを灯せるとは。
話を聞くような奴ではないんだ。何がどうなってる？誰か戦ってんのか？ナルト君です。ち、この足じゃ。ここでじっと。戦術を身につけたということは、もう我々と。不器用ですから。いっちゃー！ジャケイ！動きが鈍ってきた。どうやら戦術の力が多い。こいつだけでも片付けねえ。これからわしの言うことを聞いてください。戦にも危険じゃけど、今のうちに用をするしかないで。じゃあどうないするならや。ナルトちゃんならではの、うん、チュロチュロと。果たしてわしゃやる。なんじゃと。親分たちは下がってくれ。螺旋手裏剣で巻き添え食うと危ねえから。戦術チャクラを補給できるのはあと2回だとすると、口寄せろっつ。ちゃんじゃ、あらかじめナルトちゃんが影分身しておいて、戦術チャクラをオリジナルに還元するっちゅう寸法じゃ。おそらくあのペインがそれを担う能力者のようです。どっちにしてもさっさと奥のやつを先にやっちまわねえとな。貴様、戦術螺旋連弾。なんだってばよ、さっきの術。どうやら次の術を使用するまでのインターバルも長くなるのでしょう。だからさっきのあのペインの術と術のインターバルは基本的には約5秒。どうやって俺は現実なんてできねえってばよ。わしらが神羅転生。なんだ、一体何が起きてる。ナルトを信じるしかねえだろ。こうなったらよ。ナルト君ですよ、確かに。ナルト君がたった一人で困らせるだけです。ちくしょう。この現実は戦術チャクラを多量に使用する。ただしナルトちゃんも戦術チャクラを練る。動くなの。戦術チャクラを練る役目を作っとくのはよう考えたがの。今のナルトちゃんには影分身が二人が限界じゃったか。どっちにしろあまり長引くのはやばいの。お前は確かに強い。ペインがここまでやられたのは。ナルト君、安心しろ、殺しはしない。違う。確かそれは厄介だ。その発動までもう少し耐えてくれ、ナルトちゃんよ。どういうことだってばよ。このペインたちは操り人形です。あの現実はもう懲りてるよ。わりゃくそ、いつつつとしっかりしてたら
こんなことには。もう少しやんわりと。いや、鹿丸の言う通りだ。四角、すでにやってみた。だが敵は常にチャクラの周波を変えていやがる。出来事はいつも突然だ。理由